ジョセフ・ヘンリー・メーデンジョセフ・ヘンリー・メーデンはイギリス生まれでオーストラリアで働いた植物学者であるロンドン北西のジョンズ・ウッドに生まれたロンドン大学で自然科学を学ぶが健康を害して卒業できなかった治療のために長い航海をすることを勧められ1880年にニューサウスウェールズに旅した1881年に シドニーの技術博物館の最初の学芸員に任じられ、1896年までその仕事を続けた。現地の植物に興味を持ち、植物学を学ぶうちに、植物学者で生殖者のウィリアム・ウールズと知り合った。1882年までに集めた植物は火災で失われたがシドニーに新しい保管所を作り、植物のコレクションを作り上げた。 このコレクションをもとに1889年に最初の著書オーストラリアの有用植物を発表した。この著作でドイツ生まれでオーストラリアの植物の著書を執筆したフェルディナント・フォン・ミューラーに謝辞を呈した1890年に農務省の諮問植物学者に認じられ1894年に技術教育長となった。1892年に オーストラリア農学の文献を発表した。1896年に、チャールズ・ムーアの公認として、州の植物学者、州の植物園を統括する職に就いた。植民地最初の標本館を作り、博物館、図書館、シドニー最初の遊園地を作った。ニューサウスウェールズの喧嘩植物都市だや、ニューサウスウェールズの森林植生や、ニューサウスウェールズ植物図鑑を出版し、 ジョセフ・バンクスの評伝も書いた。オーストラリアの植物、アカシアやユーカリの権威であり、約45編の論文を発表し、八巻のユーカリ族の重要な見直しは50年以上にわたって、基準となる書籍となった。数多くの種の記載を行い、より多くのタイプ種を収集した。砂漠の侵食の防止や、担任生産のためのアカシアの栽培推進、うちはサボテンの保護、 利用の仕事も行った。オーストラリア地理学会の事務局長を務め、シドニー大学で農学、森林学の講師も務めた。ニューサウスウェールズリンネ協会などの多くの学術団体の役員を務めた。1916年に王立協会フェローに選出され、帝国功績勲章を受訓した。太ももかの種、ユーカリマイデニーカイマルに懸命されている。メイデンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジョセフメーデンを示すのに使われる。ありがとうございます。